若林さんのアドバイスにお日様感動する。ひなあいの真剣10代悩み上でかおりんが収録中のアドリブが怖いという悩みを明かした。それに対して若林さん、俺は全員そうだけどもうちょい荒くて良いのにと思ってる。別に受けなくていいし滑ってる方がいいんだよ。多分この番組は固まってない、生肉のまま出しちゃった方が、出してみての番組だからもっとやった方がいいのになって思ってずっと言えないでいた。とがちのアドバイスを送った。これを聞いたお日様たちはもっと荒くていいと、可能性キャラ個性を引き出そうとする若林さんに涙。敬服。若林本当にいいこと言ったわ。ホームなんだから置きに行くのはもったいないよ。若林さんのガチアドバイス良すぎるな。こうやって若林派が増えていくのか。若林さんのはちょっと泣きそうになった。本当によく考えてくれてるよね。バウちゃんいたのもでかいけど、ひらがなの頃とか日向坂1年目とかはもっと荒かったと思うし、それがこの番組の良さだったように思う。若林からの金言を胸にメンバーは思う存分ひなあいで自分を出してほしいね。ひなあいは失敗データ集めって捉え方。あちこちオードリーでも若林さんが言ってたやつだけど、ほんと大事だと思う。活躍する人誰もが通る道だし、前に出ず何も起こさないのはテレビ出る人としてはやはり弱いと痛感。